枚目ら歩くってこと、じゃあ4枚目に移らせていただきます。はい。4枚目はですね、よいしょ。ちょっと一風変わって、スピッツ。はいはいはい。そう、スピッツが、スピッツもまさに小学生の時からずっと好きな存在で、これのスカーレットっていう曲があるんですけど、はいはいはい、まあ、本当はシングルバージョンが好きなんですけど、収録されててフェイクファンで、はいはい、僕小学校の時にのめり込んだのが、まあ、さっきのラルクとかも含めて、いくつかいろいろある中で、エヴァンゲリオンとか、はいはい、すごく好きだったんですよ。はいはいはい。僕劇場版、アニメがやってて、劇場版もやってて、再放送深夜にやっててっていう時で。はい、ですね。僕はそのサッカー部に入ってたんですけど、はい、あんまりこう、外で遊ぶっていうか、家でプラモデルを作ったり、ミニ四駆やったりするのが好きだったんで、ゲームとか。で、スピッツの、その、スカーレットっていう曲を聴きながら、はい、エヴァンゲリオンのプラモデルをこう夏休みこう作ってたっていう記憶がすごく。ミニ四駆、よかったですよね。じゃあなんかその、今でもスピッツ聴くと、その頃の場面がちょっと思い浮かんだりとかっていうもの。うん、スカーレットっていう曲聴くと思い出す感じですね。はい、そのスカーレットっていう曲が一番僕好きなんですけど、スピッツ。はいはいはい、スカーレット。スピッツはすごく影響を受けましたね。まあ、ミニ四駆とかって言いましたけど、割となんていうか、そういう工作的なとことかも割と好きだったりしたんですか？工作、手先は割と器用な方ではあったんですけど、どちらかというと、はい、ミニ四駆単体で好きとかエヴァンゲリオンが好きっていう感じで、ああなるほど、どうなるかというか、あ、じゃあ結構いろいろハマりやすいタイプではあったんですか？結構ハマるととことんのめり込んでいろいろ、そうですね、うん、ミニ四駆とか結構早かったんですよ僕改造しまくっていろいろ買ってみたら、トライダガー ZMC っていうボディを使ったんですけど結構ミニ四駆、そう、逆に今、僕も最近やりたいなって思っちゃいます。僕も小学校の時やってたんで。そうそうそう、なんか、家電、家電量販店とか行くと、ミニ四駆のポースとかたまに設置されてるんですよ、最近。はいはいはい、ありますよね。で、同世代とか、むしろ上ぐらいの人が、ミニ四駆をバーって寡黙に無言で走らせて、子供いないんですけど、前に。それ見てると、なんかこう、ちょっと、メラメラと。みたいな気持ちになりますね。なりますよね。あれ面白かったっすよね。ショックだったのが、今、久しぶりにミニ四駆とか手元に取るとすごいちっちゃいんですよ。そうかもしんない。体が大きくなったんで、そうなんですよね。確かに。全体的にちっちゃくなって。それありますよね。久しぶり。僕、野球部だったから、野球ボールとか本当そうでしたね。あ、こんな中学校とか B 級ってちょっと小さいサイズなんで、はい、今触ると、いや、今言ったら自分すげえ中学校活躍できたのになとか、やっぱまあ当たり前かもしれないですけど力もあるんで、いやなんか当時は全部巨大に見えましたね。大人たちもそうなんですけど、いやミニ四駆もな、ミニ四駆でもダッシュ四駆郎とかってアニメやってて、まあ、わかんないですけど、その四駆郎世代ですね。そうなんですよ、ちょっと上ですかね、やってなかったかもしれないですけど、でも僕も改造して、なんか透明のボディとかにするとか、まあ、ああ、ビアボディありましたね。ありましたね。ね、ハイパーダッシュモーターとかミニモーターとか、はいはいはい、モーター変えてですよね。いや、いいですよね。ちょっと、ミニ四駆ちょっと、まだ売ってるんですかね、あれ。僕あのコースがあるってことは。はい、売ってます。ちょっと買ってみようかなと。わかりました。じゃあちょっとまあ、スピッツの話より、はい、そっち行っちゃったんですけど、でもスピッツも結構やっぱり、音楽的にも影響も今もあるといえばありますかね、やっぱり。でも相当受けてますね。やっぱり大人に、バンドを実際に始めて曲を作るようになって、いろんな曲とか作れるようになったなっていうふうに思ったあたりから、はい、やっぱり、いつはこう、なんていうか、その当時分からなかった凄さがどんどん分かってくるバンドの一つ。ああ、それはすごい分かりますね。本当そうかもしれない。そうですね、相当やっぱり影響を受けてますね。あんな風に歌えたらと思ったことはもう数知れず。メロディーとかもめちゃくちゃ綺麗なんですよね、スピッツ。そうですね。なるほど、わかりました。じゃあ4枚目スピッツということで、はい、じゃあ5枚目をお願いします。5枚目がですね、まあ、ほぼ同時期に聴いてはいたんですけど、はい、ディル・アン・グレイですね。
ディラン・グレイですね。これはまあ高校時代に出た奇想ってアルバムなんですけど、はい、僕が小学生の時にディラン・グレイ実は出会っていて、その浦安鉄筋家族っていう、はい、はいはいはい、漫画のアニメ化された時にオープニングテーマがディル・アングレイのファイルって曲だったんですよ。そうだったんですね。で、まあ、当時化粧してるバンドとかがかっこいいなと思ってる、はい、さ一番すごかったのが僕の中でディル・アングレイだったんです。へぇー。で、ここからまあそれもお兄ちゃんの影響ではあるんですけど、はい、CD とかいろいろこうインディーズ時代のものとかを集めたりとか雑誌を切り抜きを集めたりとかやってましたね、ディル・アングレイ。なんかいろいろあるビジュアル系の中でも特にディル・アングレイはここがすごいって感じた部分ってどの辺なんですか？まあ、とにかくその当時、はい、僕のところまで届いてくる情報源ってそんなにたくさんのバンドが来るわけじゃないんですよ。はい、はいはいはい、数あるお化粧版、あのビジュアル系って言われてる人たちの中でもっていうかは、届いてきた中が、届いてきた中でその他の音楽と比べてとにかくすごかったっていう。はあ、なるほど。ピエロっていうバンドだったりとか、あ、はいはいはい、ラクリマクリスティとか、クライシスとか流行ったんですよ、マリスミゼル。そうですね、マリスミゼル。はい。でもやっぱりディル・アングレイはもう、うん、なんて言ったらいいんですかね、とにかくこういう世界観のある音楽っていうのが 初めてだったんで、僕は。アルトアンシェルとかヒデさんとも全然違う。はい、うん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 、もっとこう、今までこう名前がなかったような、自分の中で名前のなかったような感情がこう湧き起こるような、あ、うん、だからその謎めいたところにどんどん惹かれていったんですよね。グロテスクさだったり過激さだったりとか。あ、なるほどなるほど、はい、うん、このあたり、まあ、聞きますね。あ、このあたりもまだあのギターとかバンドとかは何もやってなかったんですか？この奇想ってアルバムが出たのは高校生の時だったんで、もうこの時はコピーバンドやってましたね。あ、ディル・アングレイのコピーですか？コピーはやりたかったんだけどやってなくて、はい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 、当時はですね、高校生の時は、ギタリストのリーダーがいるコピーバンドだったんですよ、僕ボーカルで。あ、はいはいはい、高松とかが、今のメンバーの高松もいて、ブラフマンとかやってました。へぇー。ラフマンとか、はい、カプセルマーケッツとか、あ、はいはいはい、スプリングとかやってました。へぇー。へぇー、それはさすがにもうテープとか残ってないんですかね、その時の。MD が実家にあるんじゃないか。あるんですか。それはもうさすがにまだ公開してないですよね。してないですね。あ、もうハイスタンダードとかもやってましたね。へぇー。うん、それめちゃめちゃ多分ファンの人聞きたいでしょうね。すげえ。文化祭とかは出なかったんですか？文化祭のためにやってましたね。僕男子校だったんですけど、もうなんかこう、なんて言ったら、みんなで体育館にステージを作って、みんなでリハーサルとかして業者呼んで、あのスピーカー用意してもらったりとか、あ、やってたんで、それがすごく楽しかったっていうの。楽しいですよね。いや、僕も文化祭グリーンデーでやりましたね。あ、グリーンデー。グリーンデーやりました。楽しかったですね、今思えば。めちゃくちゃ下手だったですけど、うん、なんか楽しかったなって。今思うと、マッドカプセルマーケットなんて、その打ち込みとかシーケンスバリバリじゃないですか。そうですよね。ギター一人とかでやってたんで、スカスカな感じなんですか？スカスカだったんですけど、その当時はできてると思ってたんで。わかります、それ。すごい、なんかめちゃめちゃうめえじゃんってその時は思っちゃいましたね。やっぱ中高生ぐらいの時のコピーバンドやってる時の自分の無敵感ってすごかったんですよ。すごかったですよね。もうなんか完璧だと思ってたし、ね、いや、そうなんですよ。特に歪みとか もメタルゾーンかけとけば激しいいい音になるみたいなところでも、ね、いや確かにな。でもなんかディル・アングレイ、じゃあそこの、じゃあディル・アングレイ好きだけどブラフマンとかそっちをやったのは、そのリーダーのそのギターの人のチョイスが大きかったんですか、選曲は？そうですね、リーダーの子がいろいろリード、あの本当にやってくれたんで、そこに乗っかってるだけって感じ。なるほどですね。このとこ、じゃあ作曲活動とかそういうのは全然してなかったんですか、高校では？ほとんどやってなかったですね。ちなみにこういうディル・アングレイとかも情報源ってどっから仕入れたんですか？雑誌とかですか？雑誌で言うと、当時のその、
はい、ちょっと VK とかも流れてくるようなファッション誌だったりとか、はいはいはい、バンドやろうぜっていうバンド雑誌。ああ、バンやろで僕もメンバー集めましたね。メンバー募集の。いや、そうなんですよ。僕もオーリオールの初期のドラマはバンやろで知り合った人でしたね。バンドやろうぜっていう雑誌の名前もいいですよね。なかなかドストレートに。あれはちょうどなんか洋楽と邦楽とちょっと入り混じってギグスとかちょっといろいろあったじゃないですか。うんうんうん。そうなんですよ。あそこにちょっと楽譜とかもついたりしましたよね。バンドやろうぜ時代のこと。あの、ボスのマルチエフェクターの、はい、設定が書かれてたりするんですよ。この曲やるとしたら、このプリセットこうでっていう、ちょっと細かに書いてあって。ああ。こんなマルチエフェクター買って、ラルクアンシェル剣の音作りとか真似してましたね。なるほど。なんかやっぱその頃の今思うと輝かしい楽しかったなって感じですね。バンドやりたての時は。うん、楽しかったですね。楽しかったですね、うん。じゃあちょっと5枚目ディル・アングレイってことで、はい、じゃあちょっと6枚目をお願いします。6枚目時系列的に言うとこっちが先かな。よいしょ。アートスクールです。アートスクールのラブヘイト。これ高校生のですね。はい、このアートスクール自体は、はい、ナンバーガールとかその辺を聞くようになったはず、流れでアートスクールを知ったんですけど、当時、その、ナンバーガール、ブッチャーズ、イースタンユース、はいとかその辺、たくさん聞くようになっていった中で、アートスクールに視聴、はい、宇都宮のタワレコの視聴機でこのアルバムと出会って、はい、すごく、なんていうんですかね、こう自分の気持ちがここにあるみたいな気持ち、なんか初めての体験をしたんですよ。ですごくこう、視聴機をでこう聞きながらなんか涙が出てきてしまうみたいな感じで、そこからもう全 CD を集めて、はいろいろネットでチェックしたりとか、はい、大好きな存在になりましたね。それは特に歌詞とかですか？サウンドですか？歌詞とか、まあ、曲、音とかももちろん大好きだったんですけど、はい、あとはもうそのボーカルのリキさんのルックスも好きだったし、何よりこう声が、その当時 僕ベンジーさんみたいだなと思って、リキさんの声が。あーは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 ー。今聞くと全然思わないですけど、なぜか当時ベンジーさんみたいな人が歌ってると思って、うん、それでどんどん聴いていくうちにどんどん好きになっていった感じです。よく今も、まあ、共演とかされてるもあると思うんですけど、うん、今でも喋るとやっぱ当時の聴、まあ、いてるこのアートスクールと同じリキさんだっていうのとかね、ちょっとなんかまたどうですか、まあ、結構そういう出会いっていろいろ小林さんとかあると思うんですけど、はい、どんな気持ちになります？そういう本人とチャラもディル・アングレイもこう、そうですよね、もそうなんですけど、やっぱりキッズの自分と、一音楽と、としての自分がこう完全に引き裂かれた状態で対面せざるを得ないんですよね。はあ、やっぱりその当時影響を受けてこんな風に自分の人生を変えてくれたっていう思いがあったまま一音楽家としてこう接するので、なんかこう、ちょっと不自然な感じになっちゃうのが悩みどころでもあります、ね。なるほど。やっぱ本人にはそういうふうに聞いてましたっていうのとか結構伝えるもんなんですか？あったら。機会があったら言うんですけど、あんまり言わないようにしてますね。はい、なるほど、なるほど。言われ飽きてると思うんで。でも今逆に小林さんも若いバンドマンにそう言われることとかやっぱいっぱいあるんじゃないですか。多分同じ気持ちなんでしょうね。やっぱり時間が経ってるんで、バンド始めてからすごく多いですね。やっぱり聞いてましたって言ってくれる子が。なるほど。昨日、おとといぐらいに、ちょっとまあ、とあるバンドで、これ同じ番組でやったんですけど、まあ、女の子だったんですけど、若いバンドで、まあ、結構フェスとかにも出てき始めてるバンドなんですけど、で、まあ、どういう人出るんですかって聞かれたんで、その一つにちょっと、まあ、ノーベンバーズの小林さんも予定してるんだよって話したら、めちゃめちゃファンみたいで、言ってましたよ、もう。ありがとう。いや、もう憧れの存在で、と。
いや、その同じ番組に出られること自体がありがたいって言ってたんで、なんか僕が何も、なんか僕の功績じゃないですけど、なんかそんな感じで、ちょっと僕も鼻高くなっちゃって、何様だって感じかもしれないですけど、ありがとうございます。分かりました、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとアートスクール上がりましたけど、ここまでは全部やっぱり、日本の音楽がもうすでに過半数を今のところ占めてますけど、結構、あれですね、ここまでですけど、その今、僕が聞いて、小林さんの印象、ノーベンバーズも、やっぱ結構いろんな音楽すごい吸収してるなって、もともと聞いてて思ってて、割とただ洋楽の匂いも結構やっぱり感じるなって思ったところがあったんで、結構洋楽アーティスト多めに出るのかなと思ったんですけど、意外にもうここまでの6個全部邦楽ってことで、結構根本的なルーツとか影響を受けたのは、結構日本の音楽って結構大きいんですね。そうですね、海外の音楽を能動的に聞くようになったのって、僕、高校終わりからもう大学入ってからなので、なるほど、ね、それまでに聴いた音楽の方がその人生を変えるとかいう意味で言うと意味合いが近いかなと、まあ、この後ちょっと海外の音楽も出てくるんですけど、はい、ちょっとに絞りましたね、うん、10枚ですよね、なんで、うん、あ、でも今回出てる人割と結構やっぱみんなそう言いますね、やっぱ影響、まあ、自分で置き換えてもそうなんですけど、やっぱ10代から20代前半っていうのが特に固まりますね、みんな、うん、大きく人生を変えたっていうと、もちろん今も今で衝撃を受けるようなすげーとかいうアルバムあるとは思うんですけど、うん、確かに人生を変えたっていうふうに考えると、その時の衝撃は半端じゃないですよね、うん、10代20代前半ぐらいまでの。そうなんですよね、いろんな思考、自分の中の音楽思考、敵思考がこう枝葉のようにこう分かれてて、その延長上にある強烈なものっていうのは日々僕も出会ってるんですよ。あのディル・アン・グレイで知ったこの過激さとか深淵さ の、うん、あのこの部分が強烈な海外のバンドとか、はい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 、そういう意味で言ったら、上げたらキリがないんですけど、やっぱその道しるべというか、こういう感性の広がり方があるんだっていう、そこが開眼したような、そこが開発されたような感覚っていうのがやっぱり当時だったんで、わ、うん、かりますね、そうですよね、分かりました。じゃあちょっとここまで6枚アートスクールまで上がりましたんで、じゃあちょっと7枚目を次はじゃあお願いします。7枚目が